今日の企画なんですけど、あの大阪のネイリストさんの河合さんに来てもらってます。めっちゃ綺麗なんですよ。でいつ もう2年前くらいからですよね。4年目4年前でしたっけ、一番最初に見たら。もう4年くらい通ってて、河合さんのネイル以上のネイルはないんですよ、ほんまに。あのこれも全部河合さんにやってもらってるんですけど、今日はなんと私とキヌちゃんがネイルしてもらえるっていうことで来てもらってます。イエーイ。まずキヌちゃんのネイルしてもらいます。ではスタート。はい、じゃあデザインは韓国の私が好きなモデルさんがインスタグラムに上げてたピンクと緑のやつで、ピンクと緑のやつです。そうピンクと緑の感じにしたいと思います。まず最初は爪の形を整えてもらおうと思います。今から爪塗っていきます。イエーイ。かわいい。今固めてます。これ今何してますか。効果のジェルを塗ってます。ベタベタしたところを取ってるみたいです。できました。はーい、完成しました。大満足でしょうか、きなちゃん。大満足です。ありがとうございました。ちょっときぬちゃんはね、終わりましたので、はい、帰ります。バイバイ、きぬちゃん。バイバイ。今から私ネイルしてもらうんですけど、これもね、河合さんに大阪でやってもらって、また次も河合さんにやってもらえる、あの幸せ、この幸せ伝わってほしい。で私はこれオフあるんで、これをオフしてもらってからネイルしてもらいます。しかも今日はあのお任せでやってもらいます。今から削っていきます。はい、今爪の形整えてもらって、今から色塗ってもらいます。あー、またピンで合ってない。お任せなんで、ちょっとどんな色になるか楽しみなんですけど、どんなデザインになるか楽しみなんですけど、今から早送り。はい、では今やってもらいます。終わりました。めっちゃ可愛い。これがシルバーで、これが青のラメで、これが青。見れば分かりますよね。見れば分かりますよね。しかもこれが薬指が、私のファンの子はダイヤのマーク絵文字でつけてみたいな感じ言ってるんですけど、それを変えてくださいました。でこっちがなんか可愛い柄に見えるんですけど、見せにくここがね、よく見たらほのかって書いてるんですよ、ここ。かわいい。お任せでやってもらったんですけど、もうめっちゃ可愛くしてもらって、ありがとうございます。でなんか好きなデザインとかもやってもらえるので、お任せでもいいですし。で河合さんのお店のレビーなんですけど、大阪の堺市の北花田から徒歩2分で着いて、ネイルだけじゃなくて、ネイル、マツエク、ヘアセット、まつげパーマ、あとネイル、フットネイルもできるんで、これくらいですもういろいろできるので。で河合さんがオーナーなんですよ。もう一人みゆきさんって言ってるんですけど、みゆきさんがまつげエクステ担当で、河合さんがネイル担当みたいな感じでお店をねやってます。ぜひ行ってみてください。概要欄お願いします。概要欄にフォトペッパー載ってるので、そこから料金と確認してください。お願いします。はい、ではネイリストの河合さんでした。ありがとうございました。はい、では今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。OK です。今日の企画はファッション紹介です。